クレームが入りましたので後半はちょっとこう詰めた感じで書かせていただきます。Thank you.
Thank you.
Thank you.
が、ありがとうございました。12時でちょうど12月4日の0時になるときにスーパームーン、2017年最大のスーパームーンと言われています。昨日からもうすごく月が大きいので、これは月という文字を一つ書きました。で、咲というその月、私の絵は文字はもともと文字というものを、漢字というものをなんか絵から漢字に成り立ちをしたらしいんですが、でも私はその漢字をまた絵に戻しているというふうにこの間書道家の先生に言われて、まああなたは絵描きだから仕方がないわねって言われたんですけど、その中で月という漢字を教わりました。でもどうしてもやっぱり私が描くとこうなりますね。いつもでしたらここで終わるんですけど、なんかその先が見たくなったので、ここから先は多分そのさらに上の世界に皆さん夢でも見てください。で、終わりです。じゃあこのままでいいです。どうもありがとうございました。